見て、可愛いでしょ。サプリメント入れ買っちゃった、ついにくるみちゃんの。チャラーン。メールの写真はパンなのかおにぎりなのか、あれはおにぎりパンですどっちなんかーいっていうね。あれはパンです。すんごいいい場所だった。粉と米、え逆かいね。お店の名前、米と粉粉と米どっちやったっけ。なっちゃんってなんか定期的に卒業することになってるね。ほんまよ。みんなみんな、じゃけん逆にあのガチで卒業発表とかした時にみんな気づかんかもしれん。やめてくださいあのガチでちゃんと卒業発表するときにあの大変なんで、ちょっとやめてくださいそのノリダメよ。なぜなにくん、金魚ありがとう。イエオフィッシュさん、ひやつぐさん、ありがとう。でもなんかさ、今日めっちゃさ、なんかあのいろんなアイドルさんの卒業発表あってびっくりした。アイライフさんの卒業発表がマジでびっくりした。だからかな、卒業発表がトレンド入りしとるけんかね、 X とかでも。その流れの勘違いか。ニムヤリ巨人軍さん、星ありがとう。イエローフィッシュさん、金魚ありがとう。ヤッピージューシーリップです。金曜日ですな。そうですよ、金曜日ですよ。みんなトラッキーさん、金魚は、あ、金魚じゃなかった、ありがとう。タコだこれは。ジェイちゃんありがとう。カズさんありがとう。花火、わさびは大丈夫で、え、確かにさ、あのさ、刺身に乗っとるわさびの量さ、尋常じゃなかったよね。でもあれは私、あのわさび、あのこんぐらいしか使ってないので大丈夫です。釣りバカさんありがとう。そういえばアメリカンクルミまだ届かない、届いてない、あれかな、止められたんかな。あのニューヨークは届いたけど、釣りバカ星人さん、金魚ありがとうございます。でもさ、なんか私この黒髪にちょっと暗い髪にこのなんていうの、ちょっと濃いめの赤リップみたいなのが好きなんですけど、みんなどう思いますか。こんばんは。あら、兵庫県で地震あったん今。ちっちゃい地震かな。運営者に無断で卒業しますって言って、後日卒業単位が足りませんでした、留年です。どういうことあ、そういうこと、わかんない。レッシーさんありがとう。よ、4時さんやっけ、4時さん、4時さん。あ、確かに今日さ、みんなさ、マレーシア飛行機飛んだんかな、関東から行く方。あ、もずく寝とるわ、行き倒れちゃう。青っぽい黒に見える。お、ピヨーネさん、金魚ありがとうございます。なっちゃんよ、このメールの写真はもろ
このメールの写真はもろあたいの実家の向かいなのだけど、え、やば、田んぼの近くにあるってことじゃん。すごっ。こんばんは。マジ世の中って狭いよな時々バグる。ピヨンネさん、金魚ありがとう。とれたてわさびは甘いって聞いたことあります。卒業、私は卒業しますって言ってこっそり通ってた自動車学校を卒業しましたっていう発表もやばいやん。そんなんもう大ブーイングだとちょっとおもろいけど、ちょっと面白いって思ったけど、そんなに痛くなきゃ問題ないと思う。めっちゃ楽しみなんだけど。アメリカンクロミ、すごく色っぽい感じもするのに良きね。ねえこれさ、バーンって音鳴ってるの？みんな、これ私がさ、なんか音なしにしちゃうんかね。ほ、ヨンジさんか。ねえ音鳴る？音鳴りよる？この花火のやつ音鳴っちゃうんかな。ねえもう見てみてや、自分の配信見れる？ショールーム入っちゃう。声があれかね、ハウリングするかね。こんばんは。西は大丈夫そうだけど東は微妙そうだよね。みんな台風って今日の夜ぐらいから到達するんかいね。台風の暴風域圏内に入っている皆さんはほんまに気をつけてください。いやまちゃんありがとう。小倉さまるさん、たっちゃんありがとう。トラッキーさん、りょうさん、星ありがとう。あ、バーンって言ってる。やっぱトラッキーさんありがとう。ラッキーさん金魚ありがとう。明日は可愛いよ。え、どういうこと？マレーシアの屋台で待ち合わせやでって。でもマレーシアって屋台とかがあれか。まあでも屋台とかいっぱいありそうやな。フルーツ美味しそう、なんかイメージ。関東直撃やんな。はなちゃんいるよ。もうね寝てる。今日おじいちゃん家行ってさ、今日おじいちゃん家行ってもう2人でさ走り回りよったけん、もう2人とももう倒れるように寝ちゃう。明日は可愛いはず多分。どういうこと？どういうことだ。ライモンのちょんちん畳んでる。じゃあほんまにすごいあれだよね。まあね、名前がさ、なんかなんとかピルみたいな名前の、ギョンピルみたいな。ちゃうっけ？なんかそう、台風の名前そんな名前やった。確かピルクルみたいな名前。ね、すごい名前よ、キムチーさんって。え、本当に？ね、今テレビでさ海外の人の名前キムチーさんやった。なんとかキムチーさん、かわいい名前。でも子供の名前チェリーちゃんみたいな言ってた。あ、待って、歌手か。待って、そうや。台風の名前がそうなんよ。韓国の歌手の人みたいで、超ヨンピルっていう話しよって、あ、普通にヨンピルって言ってしまった。違うんよ、台風の名前が似とるんよ。その台風の
今回の台風の名前がニトって、ニトルけん、そう、その人にニチョ、超ヨンピルやみたいな、ニトルわみたいな、アンピルやっけマジで、あマジでアンピル、あアンピルでした、アンピーみたいじゃん、アンピルでした、で似とるなって思って、そう調べたらその超ヨンピルって人やった。わあすごい、お、あそういうことか、計画的運休で空港もあれなんかガラガラな、台風の名前は女性の名前が付けられます、あなんかそれ聞いたことある、アンピル、じゃあ航空会社の人ってほんまにみんな珍しいやろね、台風の時ぐらいじゃないとこんないきなりさ、マメ科のフルーツの名前アンピル、あハリケーンか、台風は違うんか、あれね、海外のハリケーンは女性の名前がつく、みんな東京公演待ってます、すごい嬉しいことに東京公演出演させていただけますので、台風も、台風とハリケーンの違いってなんなんやろ、リサーちゃんさん、レインボースターありがとうございます、たまよー、麦もしさん花火ありがとう、ビバハリケーン、あ発生した場所が違う、なるほどね、吹いてる場所の違う、あそういうこと、台風もハリケーンも同じやって、ハリケーンは大西洋、あそういうこと、じゃあ日本の今回のアンピルも海外から見たらハリケーンってことか、うーん、あ台風はアジアの各国で名前が違うよって、日本は星座の名前がよく使われる、いやーマジ勉強、もうそういう知識はねもうどんどん入れていきたいタイプ、わサイクロンも聞いたことある、タラタラタタタラタラ、ビバハリケーンやな、ビバハリケーン、今日やっけ、今日僕対公演あったんだ、感情もの、あなんかちょっと歌えんことあんの、ビバハリケーン感情もの、あれなんか思い出せん、渦に感情の渦にさらわれる僕がいる、ビバ心の海は荒れ頃知らぬ間に、いやほんまにこんなんじゃ、こんなんじゃ、こんなんじゃすまん、ハリケーン、僕大公演急遽、あ奥田ちゃんがね、いやそうあれさ、なんかさただタイムラインに流れてきてさ、あーみたいな、何日か後の公演なんかなと思っちゃったらさ、今日の公演やったやんね、でもあるからね、そういう当日に急遽出演っていうのもね、今までもあった事案だったから、ほんまによかったよ、ほんまに奥田ちゃんとかがさ、いやでも帰省しとるさタイミングとかがさ、あのかぶっちゃったらほんま大変やったよね、よかったよほんまに、救世主ですわ、なっちゃん来てって言われたら来る、おう行く、
あ、なんか私も一回なんかもしかしたらなんか来てもらうことになるかもみたいな感じで待っとったことあるけど大丈夫だったことありました。とりあえず飛んでいきますよ。でもちょっといや広島に おったらね広島におったらね。でもあの全然あの交通費出るんやったらあの交通費出るんだったらあの全然あのどこからでも飛びます。え、おもろい。そういうことね、そういうことね。あの後輩ちゃんの僕隊にってことね。ちょっと人数があれやけん、ちょっと踊りはいけるかもしれんけど、ちょっと人数の問題であのわちゃわちゃしてしまう。ケンジーありがとう。やけん私はなんかあのここの何番でずっとみたいな何番でずっと踊っててくださいみたいな。研究生公演じゃなくなったから2期生も出てほしい。やけん研究生公演じゃなくなるってことはもうそういうのもあるってことなんかね。あるかもしれんけん、そうしたらそうするんかね、形づけ、そう位置づけるんかね。どうなるかまだ何もわからん。でも最後にね花だれ公園でいろんな地に回れるっていうのは嬉しいですてかあの STU のさあの歴代のさ歴代衣装をなんかメンバーがそれぞれ選んでなんかグッズがさ出たじゃん。私はまだ花だれあるやろうと思って花だれ公園にの花だれの衣装にしたんですよ。私花だれの衣装めっちゃ好きだからあれにしたんですよ。そしたらさあの花だれがさすぐさ終わっちゃうっていうのがさ発表されてさ、まさかの。でもさあれだよね、花だれ公園なくなったら本当にあの衣装着る機会がさ少なくなっちゃうと思うから、みんなマジ思い出にぜひゲットしていてください。あ、粉と米、粉と米です。あ、そうだよ、メンバーはちゃんとマレーシアついてるっぽい。今マレーシア何時なんだろう、時差がどんぐらいあるんだろう。朝とかかな。千秋楽当選したのね。千秋楽21時半。あ、ええ意外と意外と時差ない1時間とかなんじゃ。あ、じゃあさあれだね、なんかなんだっけ、時差狂いじゃなくて何、時差病、え、時差ボケか、時差ボケ時差ボケ時差ボケせんね、あんまり。昼夜逆転とかやったら大変そうじゃけど。3期の楽屋にいきなりなっちゃん入ったとこカメラ付きでやって、いやてかおもろい、私たちが楽屋におるときほんまおもろいっていうかあのマジおもろいけん、いつか隠しカメラ置いてみてほしい。フリーライダーさんありがとう。青いタイプのやつ、花だれ、あの袖ついとるやつ、時差1時間、台湾とかと一緒。キヨミさん欲しい、ありがとう。ニューヨーク大丈夫、タイは20時31分、マレーシア21時31分。
こんばんは。みんなこんばんは。テレテレテテテテテテテ、え、違う、なんやっけ、なんか M ステでさ、さっきやりよったさ曲さあ頑張ろう、てか M ステでさ、そうウルトラソウルが流れたんよ、やけんあのツイートしたんよ、ウルトラソウル。みんな見てなかったんかな、見とった人おらんかったか、あのタイミングで。トゥルンドゥルルンドゥルルルルルなんかオリンピックをなんか盛り上げた楽曲ランキングみたいな感じでやってて、やっぱり乗ってました。チュールールを録画してますって、ぜひ見てください。チュールチュールチュー、もうあのイントロからテンション上がるよね。なっちゃんの音程、音程矢印違くない？って稲葉さんみたいに短パン履く。そう、私はでも音程はたあの定かではない、ただ正しい音程じゃないと思う。鬼レンちゃんは絶対にできない、私アレンジしちゃうから、あの盛り上げるようにアレンジしちゃうから。そしてくんぐよくウルトラハー、歌は魂ない、私は魂で歌を届けるロックだね。お、録画されちゃうことを願いましょう。カラオケで何か歌ったら、へい、そう、癖すご、私のカラオケは癖すごやけど。パンコン、金魚ありがとう。ヒロさん、金魚ありがとう。金魚金魚金魚、もう犬たちがさ、マジでほんまにおもろい、もう死んじゃう、犬が生き倒れちゃう。でもお互いなんかお互いちゃんと警戒しとる、距離を一定間隔の距離を置いてちゃんと顔同士が向かい合った状態でいつ相手が襲ってきてもいいような感覚で爆睡してます。そう、後ろにメガネ、関係性をじっと見てみたいね。中学校の時カラオケでもね、リンダリンダのトレイントレインでした。うわ、めっちゃ文化祭とかでなんか歌ってる人いた。そうなんよ、なんか夜になると戦いモード炸裂。さっきね、私目撃してしまったんよ、もっちゃんのね悪ガキさを。ちょっとこうふーって一息ついてさ寝とるね、はなちゃんの耳をねパクってね、パクって掴んでうーんってもっちゃん引きずって持ってこうとした。あ、もっちゃん、で待って、はなちゃんを、はなちゃんの耳をもっちゃんがパクって捕まえてふーんって持ってこうとしたい無理やってって、そんな小さい体で花ちゃん持ってくれないでしょ。でも花ちゃんはあの耳をかぶってされとることも気づいてなかった。私はもうもっちゃんに持ってかれようとしとる。この前ジャージ着とったらもう袖ごと引っ張って持ってかれようとして。広島って大学少ない気がする。少ないんじゃない、いや結構あるやろ、調べたら結構ある。
そう、私のことをズル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 って持ってこうとする。うん、そういえば昨日やってた動物のテレビで猫の名前もずくと表示されてて、またあれもずくかと思った。もっちゃんね、あの毛が長くてさ、もずく色やけんさ、もずくって名前つけたけど、毛刈られたらハイエナになりました。おじいちゃんにね、この前もじゃもじゃの時にね、おじいちゃんに会わせたんだけど、今日あの髪の毛を短く切ってさ、店に行ったらおじいちゃんが、あんた誰じゃーって言った。誰かねーって、あんた誰かねーって。でおじいちゃんを騙そうとして、新しい犬飼い始めたんよって言ったら、嘘じゃろって、よう見たら顔おもちゃんやないかーってバレた。バレたけど、あのおじいちゃんはあの毛がもじゃもじゃな時のもっちゃん推しだったらしい。え、みんなどっち派？私は毛がもじゃもじゃな方が、私はもじゃもじゃ、毛がもじゃもじゃなもっちゃんの方が好きでした。みんなどっち派？サマーカット派？やっぱかっこいい方やろって、今のってこと？もじゃもし？あ、もじゃもし？そりゃもじゃもじゃやね。自分は今かなって。お、私のお母さんも今のもっちゃんの方が好き。なんか今のがチワワ感が増してるらしい、お母さん曰く。お、すっきり派かな。もじゃもじゃ、そりゃもじゃもじゃやで。我サマーカット見とらん？キリしているのがいいよ、清楚感がある。もっちゃん、あ、寝てます。はい、あの耳の一つも動かしてないぐらい爆睡してます。またね、ハイエナ派。ぜひサマーカットモズク見てください。顔はっきり見えるんですよ。そうだよね、結構なんかまあいい感じに割れてる感じですね。いい感じに意見が割れてて。え、早くない？自分何時から始め、10時から始めた。え、怖い怖い怖い。これは誰かが時計を早く進めてる。もうこんな時間経った？ありえんほどあれなんじゃけど。え、てかさ、今日さ M ステでね、からのね、あー、ジオンさんからの、ジオンさん、ん、あっとる、ジオンさん、もし5分前に戻れるなら何をしますかの人の髪型が超可愛かった。なんかもうさ、私を髪の毛今伸ばしてるんですけど、髪の毛伸ばしてるんですけど、短くしたくなったやばい。まああのショートの誘惑が、イケメン直樹やで。えっ、思い出した、直樹で思い出した、直樹で思い出した。昨日あの中島さん出てましたね、まさかの音ぜひ。オードリーさん、ぜひ会わせたい、あ、会わせたい人がいるんですやっけ。そう、ジオンさんのあの髪型いいね。ケンケンさん、金魚ありがとう。うん、そうだよ、あの私オドぜひをさ、山口県のさ芸人さんが出とるのをさ見ようと思って見たら、その隣に中島さん、中島さん夫婦座っとって、マジで笑った。えー、みたいな。昨日はあれなんかな、中四国、次また後半があるみたい、来週。
なのでぜひ見てみてください。中島さんが面白い。クラコン以外で中島さん、広島のテレビじゃないところにおるのが面白かった。ぜひ TVer とかで見てみてください。こんばんは。どんどーん、たまよー。中島さんのことあんまり知らんやろ。あんまりっていうか、でもクラコンで、クラコンで私たちを評価してるから、さぞかし面白い人なんだろうなって思って見てるぐらいかな。ローカルタレントサミットってコーナー昔してたの。え、すごい、長島さんの番組。長島さんトーク力はかなりのもの。広島と岡山ってどっちが強いですか。わかんない、わかんない。タコちゃんありがとう。あやまちゃん花火ありがとう。山の山さんありがとう。全国放送してる番組だ、すごっ。画力、どっちどっち、あのめちゃくちゃ下手な方、それとめちゃくちゃうまい方。古典とか開いてる系、もしかして古典とか開けるタイプ系のやつ。イラストレーターの顔もある。嘘だろ、めっちゃマルチやん。めっちゃマルチタレントさんやん。トラッキーさん、レインボーさんありがとうございます。マルチマルチマルチタレント。ゲーム制作も、すごっ。ただのおじさんじゃなかった、ただのしゃべれるおじさんじゃないってことか。すごーい。こんばんは。お、東京公演見に行きます。待ってます。鼻ってあれ、こんばんは。こんばんは。なんか奥様はなんか見たよ、なんかミスくれみたいな、紹介されてた。そう、これやっと見つけたの。味の素のワンピの、ワンピコラボのこれさ、ずっと探してたんだけど見つからなくて。8月からのデザイン、可愛くない。でもこれさ、うまく剥がさないとさ、全部柄持ってかれちゃうやつなんだよね。だからこれベリって下まで剥いでしまったら、かわいい。そう、パンダじゃないの、サンジなの。しかもここ覗いたらなんか見えるらしい。 Get ready go go 様、卵かけご飯に食べたら美味しいよって。私も卵かけご飯食べるとき絶対かける、味の素、うまみ調味料、うまみ。あまん、
かに塩みたい。何？なになに。あ、もっちゃん起きた。もっちゃん起きたの。あ、はなちゃんも起きちゃった。ごめんごめん。そうじゃん。この前さ、この前ね、お母さんにね、お母さんがね、旅行に行った時にね、頼んでたのこれ。そうなの、この前さ、お土産屋さんでさ、買おうと思って買わなかったやつ、お母さんが買ってきてくれたの。かわいい。なんだったっけこれ、なんだったっけ。なん、忘れた。なんやったっけこれ、なんキツネ、あー、なんやったっけ、おこじょ、おこじょストラップ、おこじょの、なんかよくお土産屋さんにあるおこじょのストラップ、かわいいでしょ。私はグレーのだよね、思ったの。そう、もっちゃんに似てるなと思って。え何よもっちゃん、もっちゃんに似てるよねと思ってこの色にしたの。で絶対もっちゃんに似とる。え、似とる、すごい。来て来て、これみんな顔覚えててね。うちの子、うちの子もっちゃん、ほら、あ、ほんほんほん、眠いか、どうしたん、ほんほん言うて眠いか。ほら、これサマーカットもっちゃん、眠いか。よいしょ、あらら、あらららら、どうなっちゃう、どうなっちゃう。膝で眠りなさい。はい、ごりょん。はい。まだ絶対寝ぼけちゃう。寝ぼけちゃうよ。見る？もっちゃんの顔がそう、よく見える。なんでみんなこっちへ。紙袋シャカシャカシャした。ねえ、似とるよな、むっちゃんに。かわいい。スマホにつけよう。かわいい、かわいい、かわいすぎだね。この紙袋をこうやってカシャカシャするだけで、もう2匹からすごい見られよ。2匹からの視線をすごく感じます。このポーチにつけよう。はなちゃん来た。食べ物じゃないんだこれ。おやつじゃないんだ。だから食べられないよ。え、これ黒もあったっけ。黒にすればよかった。これに、あ、ちょっと黒の方が。ね、ほんまなくさんようにしよう。携帯につけたいところなんじゃけどね、本当は。そう、もっちゃんの分身です。かわいい、かわいい、かわいすぎだよ。はらちゃんが、はらちゃんが伸びとる。
そう、これの毛先、この手と毛先が黒のやつ、いろんな色で持っとる水晶玉も色が違う。グレーのお小女の、わすごい、千葉県台風が超接近しとる。なんか雨の日ってか、雨がひどい時って長靴じゃなくてスニーカーの方がいいんだって。長靴は水が溜まると重くなっちゃうから、危険な時にすぐ逃げれないから、スニーカーの方がいいんだって。みんな暴風地域の方で、もう絶対になんか外に出なきゃいけないんだもうっていう人はね、ぜひ参考にしてください。なるべくね、ほんまに絶対行かなきゃいけない用事があるっていう人以外はお家にいてくださいね。じゃあもうそろそろ配信、わかる、履き慣れてる靴が一番、ほんまに。で意外とさ、ポロシャツなんか田んぼの休みで一番ダメ、田んぼの休みにいてくる一番危ない。雨やんだ、じゃああれかな、台風の目とかの辺なんかな。なんかさ、でも台風来る前っていうか静かになるやん。ねえ、ポロシャツよくない？意外とポロシャツ似合う。なんか私ポロシャツ絶対似合わんやろと思ってさ、この夏あんまり着ずにいたんですけど、いい感じですね、好きかも。あ、そうなんや、台風結構それたんだ、それは安心。翼なんちゃらさんね、珍しいと思ったじゃろ、私ポロシャツなんか勝手に苦手意識持ってました、勝手に苦手意識持ってただけだったのかもしれない。ポロシャツは似合う顔だよ、どっちかというと。え、ほんまに？じゃあちょっとポロシャツ集めたいと思います。 T シャツとの、 T シャツ、夏は T シャツだろうのレパートリーから増えました、みんなのおかげで、ありがとう。おすすめのポロシャツあったら教えてください。では男女見ます。この色可愛いやろ、しかもうちやん、ラコステ、ラコステ、ワニちゃん、ワニちゃん。では男女見まーす。13位ピノンさん、ありがとうございます。12位小ガラス丸さん、ありがとうございます。11位山の山さん、ありがとうございます。10位サージカルさん、ありがとうございます。9位ジトクさん、ありがとうございます。8位ピヨネさん、ありがとうございます。7位ソラトモさん、ありがとうございます。6位キンケンさん、ありがとうございます。5位おいもちゃん、ありがとうございます。4位山勝さん、ありがとうございます。3位トラッキーさん、ありがとうございます。2位一粒の麦もしさん、ありがとうございます。そして第1位ジョージさん、ありがとうございます。皆様今日も一日ありがとうございます。それでは今日も一日ありがとう、配信最後にあっち向いてほい行きますよ、せーの、あっち向いてほい上、今日も一日ありがとう。それではおやすみなさーい。おやん。おやおやおやん。また明日。花だれ公演、東京公演、出演させていただきます。やっとね、関東のみんなに、関東のみんなに会いに行けるということで、東京の皆さん、ぜひ会場で待ってます。応募が始まりましたんで、チケットの待ってます。ではおや